シェリー・マギーは主に1900から1910年代に活躍したアメリカ合衆国のプロ野球選手。ポジションは外野手。ペンシルベニア州クラレンドン生まれ。右投げ右打ち。1900から1910年代のフィリーズの主力選手でナショナルリーグで首位打者1回4度の打点王となった。ペンシルベニア州で油田労働者の息子として生まれる。 1904年19歳の時に当時のフィラデルフィアフィリーズのスカウトの目に留まりフィリーズに入団6月の終わりには怪我をしたマサトヤシュジョンテトスの大役としてメジャーの試合に出場する1年目は95試合出場でチーム最多の12本もの三塁打を放ち以後フィリーズのレフトのレギュラーを不動のものとした2年目からは 持ち前の俊足と強打を発揮するようになった。1905年から1908年まで4年連続で40盗塁を記録したほか、1906年には長打数がリーグトップとなった。二類打数は1906年から1910年まで5年、続けてリーグ2位の数字を残す。 1907年にはリーグ最多の85打点を挙げるなど、毎年高いレベルの数字を残した。1910年には、首位打者のタイトルを獲得。この年は、出塁率及び、長打率でもリーグ1位となり、同じ年に挙げた123打点、110得点もリーグ最多の数字を残した。外野守備もうまく、当時のマギーは敗走して、 ボールを取る背面キャッチを得意にしていたそうである。フィリーズのスター選手となったマギーだったが、一方で勝負へのこだわりからか、周辺としょっちゅうトラブルを起こすようにもなっていたそうである。1911年のセントルイスでのゲームでは、判定に不服を言って、退場処分を受けたこの試合の主審ビルフィネランを殴って鼻を折る怪我を負わせ、罰金と出場停止処分を受けている。 それ以外にも地元フィラデルフィアのファンの中には、マギーをチームのためでなく自分の記録のために野球をやっているとか、マギーがいるからフィリーズは優勝できないなど非難するものも多かったそうである。しかし1914年シーズンにマギーはチームキャプテンに指名されると、この年自身三度目となるリーグ最多打点に加え、最多安打、最多二塁打などの記録を残し、早々と、 優勝争いから脱落していたチームを牽引する役目を果たした。1915年のシーズンが始まる前、マギーは前年ワールドシリーズを制したボストンブレーブスに移籍するが、スプリングトレーニングでいきなり怪我を負い、打率も241にとどまるなど活躍できず、翌年にはシンシナティレッツに移った。1918年シーズンには、 第一次世界大戦中で徴兵された選手もいる中、76打点で自身4度目となるリーグ最多打点を記録する。しかし1919 19年シーズンは重い病気で2ヶ月試合に出られず、若手選手にレギュラーの座を奪われた。この年レッツはリーグ優勝を果たし、マギーは自身最初で最後のワールドシリーズに代打として、出場、同年メジャーリーグから退いた。 メジャーリーグ引退後もマギーはマイナーリーグでしばらくプレイし、その後リーグの審判やニューヨークペンリーグの運営などに携わっていた。1929年廃園の試し去、2009年のアメリカ野球殿堂入り選考の際、候補者の一人となった。マギーはその成績の割に評価されていないプレイヤーの一人だと言われている。 彼が活躍した1910年には、まだ最優秀選手の表彰制度が始まっていなかったこと。また、リーグサイタダのタイトルはマギーが引退した翌年の1920年から制定され、4度のリーグサイタダを記録していたことが後年になって分かったといった事情がある。リーグサイタダを4度以上獲得して、野球殿堂入りしていないのはマギーのみである。ありがとうございます。